BenQ ZOE から新たに発売されたハイエンドモデルのゲーミングモニター XL2586X、 なんとリフレッシュレートが 540Hz に到達。末尾の文字が X となったシリーズでは、一つ前の K モデルと比べて筐体デザインが変更されたり、ダイヤック2になったり、設定ファイルを自動で切り替えられたりと進化しています。まずね、このモニターは誰向けなのかっていう話をちょっとすると、 FPS プレイヤー、それもバロラントとか CS2 とか、あとはオーバーウォッチ2とかかな、それらをガチでプレイする人がターゲット層。なんでそういったゲームの名前を挙げるかというと、ゲーム自体のグラフィックが軽いので 540fps に到達できる可能性が高いからです。軽いゲームといっても 540fps で遊ぶためにはかなり高いスペックの PC が要求されるし、ゲームのグラフィック設定も全て低めに設定する必要が出てきます。そういった FPS プレイヤーで究極最強のハードウェアを追い求める人のためのモニターという感じで、正直ね、多くの方にとってはちょっとというか結構オーバースペック気味だと思ってます。それを踏まえた上で見ていただければという感じですね。まずスタンドの話をすると、支柱は丸みを帯びたまっすぐタイプで、ベアリングが内蔵されていて上下に滑らかに動きます。高さの調節は楽で、左右にスイベルも可能。ただ台座が軽いので両手を使わないと曲がりません。チルトはマイナス5度から35度までで、結構上の方まで向いてくれます。でね、90度縦にするようなピボットには対応していません。まあ、このモニターを縦置きで使おうなんていう太い猛者はごくごく一握りだと思いますけど、台座は角の取れたやや丸みのあるデザインで、以前よりも一回りくらい横に小さくなってコンパクトになっています。私はモニターアーム派なんですけど、昔のスタンドと比べるとね、非常に使いやすく仕上がってきています。はい、これは BenQ ZOE お決まりのアイシールド、左右に取り付けて光とか余計な情報を遮断して画面に集中できるようにするアクセサリー。これは S スイッチという有線リモコン、モニターの後ろに手を伸ばさなくてよくなる神アイテムで、反応もキビキビしているのでめっちゃ使います。では本体デザイン、 XL2586X は 24.1 インチ、解像度 1980×1080 のフル HD、 リフレッシュレート 540Hz、 ファスト TN パネル搭載で応答速度 0.5mm というスペック。今までのゾーイモニターって 24.5 インチが主流だったと思うんですけど、24.1 だと 0.4 インチ小さくなってますね。ベゼルは K モデルよりもちょっと太くなっていて、まあ太いです。このあたりは BenQ ZOE の美学が反映されているので、今後変わることはないと思いますが、太いね。背面にはヘッドホンハンガーがついています。モニター背面側に入力端子がずらっと並んでいて、差しやすくなっています。下からって圧倒的に差し込みにくいじゃないですか、全然見えないし、そこがうまく改善されています。スタンドを挟んで左側、電源端子で、右側にはヘッドホンジャック、 S スイッチ端子、 HDMI が3ポート、ディスプレイポートが1ポート。後ろにあるケーブルホルダーはプラスチックでできたシンプルなものですけど、役割は果たします。そういえば 360Hz だと気になる方もいたコイル泣きなんですけど、 540Hz だと現象確認できずでした。 XL2586X からビビットカラーフィルムというものを採用していて、色彩が 35% 向上したとされています。まずね、初期だと FPS1 みたいなゲームモードになってると思うんですけど、これをね、標準にすると正しい色に近くなります。TN パネルってどうしても白っぽいね、ウォッシュアウトした独特な見た目になるんですけど、最初はね、と思ったんですが、ゲームしてるとかなり綺麗に進化した気がしますね。ただカラーキャリブレーションしたらコントラストが締まって、個人的にかなり満足感のある仕上がりになりました。カラープロファイルを作れない人でも、多分モニターメニューのコントラストとか色の鮮明さをうまくいじれば結構追い込める気がします。やっぱり OLED とかと比較するとあれかもしれませんけど、あくまでね、ゲーミング特化っていうのはありますし、同じ X シリーズでも色域が全然違うことを見るために、 XL2546X と比較してみます。色域カバー率を見てみました。まず XL2546X、 sRGB は 95%、 Adobe RGB は 73.8%、 DCI-P3 は 75.5% となっています。XL2586X はどうだったかというと、 sRGB は 100%、 Adobe RGB は 92.4%、 DCI-P3 は 95% でした。めちゃくちゃパワーアップしていることが数字に表れていますね。 540Hz がめっちゃ滑らかなのは間違いないんですけど、やっぱりね、 540fps のハードルがかなり高いです。全部ね、ロー設定にしてもいかないゲームとか多々ありますし、
ここまで来るとダイヤ苦痛なくても残像少ないんじゃないかなと思ったんですが、シャキッとした静止画っぽい感じはやっぱりダイヤ苦痛オンの方がなりますね。ちなみに Windows 11じゃないと 540Hz が出せないので、 Windows 10で通してる人は注意が必要かもしれません。応答速度について検証していきます。 XL2586X の応答速度は G2G0.5mm ですが、 OSRTT という計測機器を使って見てみます。こういったヒートマップで数値を見るんですけど、動画ではね割愛します。記事の方で見られますので、見たい人は概要欄からブログへ飛んでください。この応答速度は AMA 機能によって大きく変化します。AMA っていうのはいわゆるオーバードライブのことで、応答速度を速める技術なんですけど、これを使うとオーバーシュートといって残像が発生する可能性も同時に高まります。 AMA はトータルで3つのプリセット設定とカスタマイズモードがありますけど、それぞれ10回ずつ計測したものを平均化しました。黄色いバーが応答速度、背丈が低ければ低いほどいいです。赤い折れ線がオーバーシュート率、これもね低ければ低いほど良しです。一番右のオフはオーバーシュートなしですけど、応答速度は 4.74mm と遅くなっています。こうだとオーバーシュートがちらほら出てきますが、応答速度は 2.07mm へと劇的に改善。むしろねこのこうがねかなり優秀な数値を出してるんですよね。プレミアムだとオーバーシュートがひどくなってしまい、応答速度は 1.82mm と高速化されたように見えますが、総合的に考えるとむしろこうに劣るという結果です。オーバーシュートが低くてそれなりの応答速度が取れるカスタマイズの13が一番実際の目に見えるスコアとしてはいいんですけど、ただね応答速度はもうちょっと速い方がいいんじゃないかと思っていて、やっぱりプリセットの効果、オーバーシュートギリギリ気にならなくて応答速度が速いカスタマイズの18とか19くらいがいいんじゃないかなと思ってます。ここからダイヤ苦痛について簡単に検証。この技術はバックライトの点灯・点滅タイミングを調整することでモーションブラーを抑えるもの。ダイヤック2ではデュアルバックライトが採用されていて、左右の2箇所でバックライトを調節することで残像の大きな低減を実現しています。公式サイトでこのような比較動画が多数上がっているので、そっちを見るのもねいいと思います。ダイヤック2オフだとちょっとボケて見えるものの、ダイヤック2をオンにするとスチール写真のようにねシャキッとします。コーとプレミアムの違いはあまりよく分かりませんでした、いつものことですけどね。ダイヤック2のオフオンで入力遅延が増えるのかどうかを検証します。 OSLTT という計測機器で測ってみた結果は、ダイヤック2がオフだとオンディスプレイラグが平均 1.97mm、 ダイヤック2がオンだとコー、プレミアムに関わらず平均だいたい 2.7mm と 0.7 から 0.8mm ほどラグが増えているようです。ぶっちゃけこのラグとダイヤック2の見え方を天秤にかけたら、私は普通にダイヤック2取りますけどね。ダイヤックはアダプティブシンクと一緒に使うことができないため、どちらかをオフにする必要があります。次に輝度についてまとめてみました。公式では最大320カンデラ平方メートルと書かれているんですけど、モニターでの表記はパーセント、どのパーセントでいくらぐらいの光量なのか、キャリブレーションツールで中央を測ってみました。これがダイヤックオフ状態での輝度、最大輝度が370超えです。一般的に見やすいとされる80から120カンデラは輝度 15% から 25% あたりとなります。私は少し明るい方が好きなので40くらいに設定してます。次にダイヤック2をオンすると輝度に変化が現れるのか確認してみた表です。青がオフ、赤がコウ、黄色がプレミアムです。今まではダイヤックをオンにすると明滅によって輝度がね後半 5、60% あたりから微妙に落ち始めたんですよね。でも XL2586X から落ちるどころか高くなってますね。オフとプレミアムは全体通してほぼ同じ程度、ちょっとだけねプレミアムの方が高いかな。コーにした時はさらに輝度が高くなります。ちょっと不思議ですね。とにかく十分明るいんですけど、これ輝度上げれば上げるほど電気代もかさむはずなので、なるべくね目に優しい明るさを心がけましょうね。財布的にも優しいんで。その他の機能として黒を見やすくするブラックイコライザー、彩度を調節するカラーバイブランスなどが搭載されています。ブラックイコライザーは超役立ちますよ。例えばタルコフ、暗いところって本当に暗くて全然見えなかったりするんですよね。でもブラックイコライザーを使えばコントラストの差を抑えながら黒を見やすくできます。ではねハイドアウト、電気つけないでそのまま入ってみましょう。めっちゃ暗いですこの通り、ちょっと点滅いろいろしてますけど、これが最もベーシックな状態でブラックイコライザーは0です。この状態でブラックイコライザーを上げていってみましょう。
どんどん見やすくなっていきました。わかりやすくね、一気に上げ下げしてみましょう。わかるかな？タルコフってゲーム内の輝度を上げてもほとんど暗いままなので、こういったモニター側のツールがすごく役立ちます。次にカラーバイブランス、これは日本語だと色の鮮明さって言うんですけど、彩度を調節できる機能です。10がデフォルトで0だとモノクロになります。で、逆に20にするとかなり鮮やかになります。それとね、色ごとに足し引きできる設定が X シリーズから触れるようになっています。これ詳細定義っていうやつなんですけど、例えばなんですが、この奥の山が青だけどもっと際立たせたいとするじゃないですか。そうしたらブルーのみ高くしてあげるとか、他の色へ影響せず青のみ彩度が高くなります。で、赤がちょっと目に痛いなと思ったら赤だけ引いてあげるとか、似たような色も影響しちゃうので、この辺は自分で研究が必要ですけどね。 RGB-CMY の6色で調節できるの熱いです。自分だけの凝った色味を作り上げることができます。もう一つの役立つ機能、 XL セッティングトゥシェアです。パソコンにダウンロードして使うアプリなんですけど、自分の設定データを書き出したり読み込んだり、他人のデータをもらって同期させることができます。概要欄から私の設定はダウンロードできます。まあ、大層なものじゃないですけど、この機能自体は K シリーズからあるんですけど、 X で進化したのは何といってもオートゲームモードっていうね、自動適用モードが追加されたこと。今まではプロファイルを変更したければ、S スイッチとか本体のスイッチで切り替える必要があったんですよ。でも今回からゲームを設定しておくと自動で設定が切り替わるようにセットしておけます。それぞれにどのプロファイルを割り当てるか任意に選択しておけます。これでスイッチをいじらなくても一瞬で選択したソフトに応じて勝手に切り替わってくれるんですよ。控えめに言って最高です。戻し忘れとかもないし、これはね、あくまで X シリーズのみで使える機能ですが超便利。以上、BenQ Zowie XL2586X を紹介してきました。 K シリーズからさらなる進化を遂げた X モデルですけど、やっぱり 540Hz っていうスーパースペックがすごいですし、それだけでなくね、色域カバー率もめちゃくちゃ改善されてるのがすごいですね。さらにはダイヤックオンで輝度が全然落ちないみたいな、目に見えないところですら進化が行われているのも本当に BenQ Zowie らしいですね。 540fps をキープするのにはハイエンドに近いパソコンが必要ですし、そもそも540必要なゲームがバロとか CS2 みたいなゲームしかないので、需要としてはね、かなりニッチなところではあるんですよね。ガチ競技ゲーマーにはおすすめしたい一品です。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。ゲームギークでした。